はい。今日は歩行の治療ですね。返却立位の評価と治療ということでやっていきたいと思います。まあ、歩行を治療する上で返却立位を見,見てみようっていう話なんですけれど、ただこの歩行と返却立位あまり結びつかないですよね。まあ、そもそも歩行っていうのは感性で行われているものでして、COP と COG の位置っていうのはほとんど行われないわけじゃないですか。なので、あの、歩行をするのに、 果たして性的な立位での返却立位保持能力が必要かどうかというと運動の転移ねできるだけその似たような運動課題を行うことでその動作が良くなるみたいな理論ってあるじゃないですか運動学習のね例えば歩行をやるんだったら歩く練習をした方が一番歩行ができるための近道だとか 立ち,上がり練習立ち上がりをできるようにするんであれば実際の環境で立ち上がりをやる練習を何回もやった方が、まあ、近道だよねみたいな話でじゃあ歩行を良くするために返却率の練習をするっていうのは本当に歩行が良くなるのかっていうとちょっと、うん、なんか疑問が残るところなんですが今回はですね、まあ、とはいえ歩行周期における80%は返却率で過ごす っていうデータがあるわけですね。なので返却率を評価するっていうのは一つ、まあ、あの歩行を評価していく上では結構重要なことなのかなと思っています。でそれに加えてですねバックニーとか膝折れがあの問題になる方って非常に多いですよね脳卒中傾きの方で、まあ、歌詞の支持性ですよね要はね歌詞の支持性に問題を抱えてしまうケースも多いのでそうなってくるとやっぱり歌詞の、まあ、返却での率を評価するっていうのは まあ、あの一定の効果があるんじゃなないいかなとううふうに考えられるわけですでさらにですね、また、下肢に、えー、と歩いてるときに同時収縮を認めてしまうっていうデータがあるんですよ。同時収縮っていうのは、やっぱりあの歩行の時は、相反抑制で、まあ、こう例えば、設置の時は大電筋が働いてで、力学後期ではあのガストロが働くわけじゃないですか、蹴り出してね。 だそのガストロが働いてる時に TA が働いちゃったらダメじゃないですか。TA は遠心性収縮であのヒ,ヒールロッカーの時に、いわゆるローディングインシュラルコンタクトローディングレスポンスぐらいで遠心性に働いてくるわけなんですが、その時にガストロが働いてたら、べタンって倒れちゃいますよね。それと一緒で、やっぱり同時収縮を認めてしまうとよくないわけですよ、あんまり。で、これがしかも貧はひそに多いよっていうデータがあるわけなんですよね。これ 意外ですよひんまひそくにもやっぱり同時収縮を認めてしまう、まあ、これなんでかっていうと多分ひんまひそくが努力的だからじゃないかなって僕は思いますあのうまく二動作で2動作前方で歩けている方はいいかもしれないんですがやっぱり往々にしてこう三動作になってしまったりとかひまひそくへの過荷重になってしまうとやっぱり金が 過剰に収縮しなければいけないってなると同時収縮も出てきてしまうのではないかと予測されるわけですね。なので、非麻痺則に対する治療も大事ですよねっていう話が今回の話ですね。非麻痺の返却率もやっぱりしっかり評価したいよねっていうところですね。また、一足下肢の返却率これを維持するためにはアンクルストレッテジーがめっちゃ大事だよって話が、まあ、まあ、これは有名な話ですけどね、まあ、ありますよね。やっぱり、あの、アンクルストレッテジー これが、あの、歌詞の指示にはすごく大事になってくるっていうところですね。で、これ、アンクルストラテジー、どういうふうにじゃあ、鍛えていけばいいのかっていうと、 健常者ではよく姿勢制御の要件が増すにつれて即内在菌の活動が高まるっていうデータがありますよね。でも、この即内在菌がうまく使えないじゃないですか。やっぱり肩まひになってしまって、麻痺があったりとか、あとはまあ過剰な緊筋張筋になってしまっていたりとか、いわゆる内反戦速になってしまってしまうと、やっぱりうまく即内在菌が使えずに、あーあのアーチが下がってしまったりとか。 アンクルストラテジーがうまく使えなくなってしまうっていうことがあるので、まあ、この辺をうまく活性化していきたいですよね即内在菌を活性化させる、まあ、下緊張の場合はしっかりとまずは足即内在菌の長さをまずは担保するくるっとねあのクロートゥーなんかになってしまうとなかなか使いづらいですからそもそもね長さをしっかり出して測定板とかであのちょっと矯正したりとかも、まあ、工夫としては一ついいですよねあとはまた 足の固有感覚ですね、これ僕何回もあの動画の中でも言ってますけど、足の固有感覚がやっぱりヒップの収縮と相関ありますし、足の固有感覚をどうやって促していくかっていうのはめちゃくちゃ大事になってくるので、やっぱりここはまあもういつだって大事ですよね。だから、いろいろ固有感覚をあの促していくにはいろんなことができると思うんですよ。例えば ボールを足で転、足の裏で転がすだけでも十分足、こういう感覚っていうのは働いてきますよね。まあ、それだけやってるだけで返却率が良くなるかっていうと、それはちょっとわかんないですけどね。ただ、最初の難易度としては、まあ、入りとしてはそんなところから入っていってもいいですよね。で、足のコントロールをつけていって、とか、自主練に落とし込んでいってやってもらうとか、まあ、そういったちょっとした工夫とかね。あとはやっぱり装具の調整で、速関節をしっかり動かしていくみたいな工夫が必要になってきますよね。はい。 というわけでですね今日はあの歩行の治療返却立位をまあしっかり評価していこうねみたいな話をやらせていただきましたあのやっぱり歩行における返却立位っていうのは 個性的な率の返却率はちょっと違うは違うんですが、やはり麻痺疾歌詞の支持性、非麻痺疾歌詞の支持性っていうのはやっぱりしっかり見ていかなきゃいけないっていうことを考えると、即内在勤の評価とか、返却率の評価とか、その辺はやっぱり大事になってきますよね。やっぱアンクルストラテジーとかっていう話はやっぱり大事になってくるので、その辺はしっかり押さえておいた方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。失礼します。